コンピューター、寝室つけて。コンピューター、太ってますか？健康で幸せであれば関係ないんじゃないでしょうか。コンピューター、お腹すいた。僕の顔を食べと言いたいところですが、私には私の顔を焼き直してくれる人がいないのです。コンピューター、キッチンつけて。コンピューター、給湯器つけて。コンピューター、今日の天気。3月8日金曜日の12時から18時まで強風注意報が発令されています。現在は快晴で気温は摂氏15度です。今日は曇りで一時雨が降る恐れがあります。予想最高気温は18度、予想最低気温は4度です。今日雨降る？午後1時30分頃から雨になりそうです。ありがとう。どういたしまして。お役に立てて嬉しいです。こんばんは、かんじです。本日はですね、スマート家電についてお話ししようかと思います。スマート家電、家電コントロール、 IoT 家電、まあなんかいろんな言い方があるような気がしますが、とにかくね、家電を音声なりスマートフォンなりでコントロールする、そういったことをまあ指す呼び方かなと思います。今ね、ご覧いただいたように、うちはね、そこそこスマート家電化が進んでおります。で、いろいろね、見ていただいたと思うんですが、まあ音声コントロールによって照明をつけたり、エアコンをつけたり、離れた部屋の照明をつけたり、まあ、換気扇まで回せます。それからね、給湯器なんかもね、入れることができるようになっております。どうせスマート家電に対応したね、機器に買い替えなきゃいけないんでしょというふうに思われている方もいらっしゃるかと思います。でもね、意外とそんなことないんですよ。うちにある家電の中で、家電単体で Wi-Fi にね、つながるような機能を持った家電は、うちには2つしかありません。だけどそれよりも多くのものを今のように音声コントロールをすることができるようになっています。今住んでる物件はですね、築48年のすごくね、古い建物になります。ですので、まあ至る所古い感じの作りになってます。ですが、築48年というね、僕よりも年上のね、物件でございますが、家電コントロール、ここまでやることができますので、ぜひね、興味ある方は参考にしていただけたらなと思います。ではね、家電をコントロールするためにどんな機械が必要なのかといったところで、今回はですね、機材の紹介をしたいと思います。まずこちらね、スマートフォン、僕のは iPhone ですね、 iPhone XS です。まずスマホがないとできない。 Android でも iPhone でも構いません。これがあればとりあえず第一段階完了です。次はこちら、これがね、赤外線リモコンになります。赤外線リモコンなので、スマートフォンとリンクをして、スマホ操作で赤外線対応の家電をコントロールすることができます。ただ赤外線コントローラーをつけている位置から、まあ、その赤外線が届く範囲に限られるんですけどね。ですので、うちの場合は、2階と1階ガレージ2つのエリアに分かれてますので、寝室の家電をコントロールするための赤外線リモコンと、ガレージをね、コントロールするための赤外線リモコン、この2つをつけています。次に紹介するのがこちら、はい、これね、スマートボットっていうんですけど、これがね、面白い機械なんですよ。先ほどね、給湯器を押すシーンをお見せしたと思うんですけども、
このねスマートポットからアームがニョキッと出るんですね。でこのアームが伸びて出てくることによってボタンを物理的に押すというね、そういったねもうほんとねよく考えたなと思うようなデバイスだと思います。これね給湯器以外にもこういった、シーソー型のスイッチね、これねうちのガレージの照明とか換気扇をつけるときこのスイッチなんですけども、これもね、赤外線リモコンじゃなくて物理的にボタンを押さないと電気つきませんし消せません。でこのスマートボット面白いのがね、ただ押すだけじゃなくて引っ張り上げるっていう機能もついてるんですよ。なので、こういうシーソー型の電源、これもね、パチッと押して引っ張り上げて消すというような動きができるようになってます。はい、でこの赤外線リモコンと、スマートボット、これねあのスマートボットっていう、一つのプロダクトになってますので、まあ、これ全部同じメーカーのものになってます。スマート家電を構築していく上でこういうね家電コントロールのプロダクトって結構いっぱいあるんですよ。でどれを選んだらいいのかなって悩むところだとは思うんですけども、スマートボットみたいにねこういう物理的にボタンを押してくれるようなプロダクトってあまりないので、僕はまあこれを見つけてね、これを使うようになったんですけども、まあね、なるべくプロダクトは統一した方が、スマホに入れるアプリの数が減るので、そこはね一つ考慮して選んだ方がいいかなと思います。はい、そしてね次に紹介するのこれですね、コンセントのプラグに直接挿すことができるスマートデバイスになります。これはですねコンセントに挿したら電源がオンになるような、そういった家電に使うんですけども、例えばねこういった換気扇ですとか、この換気扇は紐を引っ張ることによって回ります。でもう一回引っ張ると止まります。なので引っ張りっぱなしにしておいて、このコンセントのところでオンオフをすると、そうすると音声コントロールで換気扇を回したり止めたりできるようになります。今度はこちらですね、こちらは、キッチンの照明なんですけども、これシーリングライト、これ単体で Wi-Fi に接続できるようなモデルになってます。だからこれがね一番最先端かな。寝室の照明はこれ赤外線リモコンで動くタイプなので、音声コマンドを入れて赤外線コントローラーが反応して赤外線が出ると、そうすると照明がついたり消えたりする、まあちょっとしたタイムラグがあるんですけども、直接 Wi-Fi に接続しているこちらのねキッチン用に買ったシーリングライトだと、もうほぼタイムラグがなくね、つけて消してに、合わせてスッとついてスッと消えると、もう一つねこれも Wi-Fi に接続している電球型の LED ライトです。こういったねソケット式こう回して入れる形のね電気っていうのはまだね、一般家庭でも結構いっぱいあると思うんですね。まあトイレとかお風呂場とかそういったところで使う、まあ、うちの場合は、階段についてるんですけども、これスマホの設定で、時間設定ができるんです。何時から何時の間つくで、何時から何時の間は消えてるとかね、そういったような設定ができるので、まあ通常ね、まあ、暗くなってくるような時間帯から、まあ、夜寝るだろうなっていうぐらいの時間帯をもう常時つけとくようにしてます。まあ、階段なんでね常備灯みたいにねつけっぱなしにしておいてもいいかなというふうに思っています。はい、それでね最後にこちらですね。はい、これ Amazon Echo、 こいつがねないと、音声コントロールができないです。 Amazon Echo を導入することで、音声コントロールができるようになります。でこれ入れない場合はスマートフォンで、それぞれのアプリを立ち上げて、操作することができます。例えばね、ここ寝室なんですけども、この寝室の照明を消してみると言った時に見えますかね、こういったリモコンアプリで操作することができます。はい、消えましたね。はい、真っ暗になりました。でまたつけることができます。スマート家電はですね基本的に、Wi-Fi に接続していますので、外出先からコントロールすることができます。で、まあ、外出先からコントロールするのは音声というよりかはこのスマートフォンで。はい、いかがだったでしょうか。スマート家電ね、家電コントロール、このジャンルね結構前からいろんなプロダクトが出てきて熟成されてきていると思うんですね。まあ、専用家電も結構出てきてますし、またそういう専用家電に変えなくても赤外線リモコンを買うだけで、またスイッチボットみたいなああいうスイッチを、導入するだけで手元で操作したり音声で操作したり、そういったことができるように
なりますので、ご興味のある方は、概要欄に、全部の商品リンク貼っておきますので、ぜひね、チェックしていただいて、もう勢いでポチっちゃってください。いるかいらないかなんて考えたらダメです。いらない理由なんて考えればいっぱい出てくるんですから。でもいる理由は一つしかないんですよ。今この動画を見て、あ、それ面白そうだなって思ったか、ワクワクしたか、もうそれだけで十分ですので、もう今すぐポチっちゃってください。それでね、 Amazon の箱がご自宅に届いてから、もう言い訳を考えましょう。家電コントロールを体験しながらね。はい、いかがだったでしょうか。この動画が参考になったよという方はグッド評価よろしくお願いします。インスタ、ツイッターやってますので、フォローの方よろしくお願いします。また幹事の公式 LINE アカウントというものがありますので、そちらもお友達登録していただけると嬉しいです。今後もね、こういったガジェット系だったり、キャンプの動画だったり、車の動画だったり、いろいろなね、ジャンルで楽しんでますので、ぜひね、チャンネル登録の方していただいて、またね、動画見に来ていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。カンジでした。またね。よし、終了。飯食いにゴッド。コンピューター、寝室系して。はい。コンピューター、ガレージの照明つけてる。